過小が定まらない綿密な計画を練らなければ。何だの何だの、僕は信じないからな。二だの何だの、僕は信じないからな。
Thank you.
過小が定まらない。綿密な計画を練らなければ。情が定まらない。綿密な計画を練らなければ。
私の望み通りね。まもなくトーナメント戦が始まります。入場しますか？わかりました。ではここからエレベーターで競技場まで降りてください。最初の相手がお前らになるとはな。ああ、よろしく頼むぜ、ベロブルクの大英雄。手加減はしねえ。俺の自慢のエーテル体でお前らをぶっ飛ばしてやる。盛り上がってきたね。うちもテンション上がってきた。向こうも準備万端みたいだし、始めよう。全力でかかってこい。
彼かと思えば、最初の相手がお前らになるとはな。ああ、よろしく頼むぜ。で、てか…全力でかかってこい。鉄腕のルカの名に恥じるまでは絶対にしねえ。救世主とした。痛快だったぜ。その調子ならあっという間にチャンピオンの称号を手にしちまいそうだな。ありがとう。準備エリアに戻ろう。俺のチャンピオンへの道は途絶えたが、お前らは頑張れよ。お前らがチャンピオンになったら、ベロブルグのみんなも熱くなるだろうな。もうすぐバトルが始まる。準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。ハーフタイムは15分間となります。間もなくトーナメント戦が始まります。わかりました。
のはゲイ、どこの客でも大歓迎。投げ銭あればもちろん A、 金より愛は座右の銘。無駄話はここまで、芸能こそは我流のねえ。うわー、こんな陣屋見たことない。上洛店のあの広場より立派かも。はっ、また会ったね。まさかここで会えるとは思わなかったよ。ここにいるってことは、私たちライバルってことだよね。うん、そういうことになると思う。誰かと共演するのは今回が初めてなんだ。なのかちゃん、準備はいい？一緒に会場の雰囲気を盛り上げよう。握るバトルだった。心臓が口から飛び出しそうだったよ。でもさすがだね、もう私に匹敵するくらいの実力じゃん。ねえ、この後私と一緒に上洛店で大道芸をやってみない？二人がいれば絶対に満員御礼だと思うの。でもあそこに座席なんてあったっけ？指示通り準備エリアに戻ろう。ちゃんと休んでね。まだまだバトルがあんたたちを待ってるんだから。観客席でしっかり見てるから絶対に勝ってよね。もうすぐバトルが始まる。準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。はっ、二人ともここにいたんだね。兄弟姉妹と泉州に拠点を構えるようになってからこれが初めての遠出なんだ。まさか星系を越えて氷の星に来ちゃうなんてね。なんかここ私の故郷に少し似てるの。寒くて凍りついてて
どこもかしこも冷えた鉄の塊だらけ。はあ、やっぱりラフが一番。あたしってば、まだトーナメント戦の最中なのに。この話は終わりにしよう。頑張って。あんたたちの腕前がどれほどのものか楽しみにしてるね。あら、あんたたち、さっきのバトルなかなか良かったじゃない。たまたま観客席の近くでパトロールしてたの。このフェスティバルはベロブルグで大きな反響を呼んでる。こういう場ではアクシデントが起きやすいから、常に神経を尖らせておく必要があるのよね。でもよかった、あんたたちが勝ってみんなも喜んでるみたい。知らないかもしれないけど、ほとんどのベロブルグ市民はあんたたちのファンなのよ。もし負けたりしたら、どんな騒ぎになるか想像もつかないわ。さ、おしゃべりはこのくらいにしましょう。私は仕事に戻るけど、あんたたちが勝ち進むことを祈ってるわ。まもなくトーナメント戦が始まります。わかりました。私にとっては赤子の手をひねるより楽。この大型ビジョン
負けを認めたら、あなたは私に勝てない。負けを認めたら、あなたは私に勝てない。
さっきのバトルでのパフォーマンスは結構良かった。正直、ゲームの分野で私を追い詰めたのはここ数年であなたたちが初めて。その実力、認めてあげる。何者にも屈しない性格ハンターでも自分から負けを認めたりするんだ。そんなに驚くことじゃないと思うけど、ゲームのルールを守らないのはゲームの楽しさを奪うに等しいことなんだから。ほら、早く準備エリアに戻って、次のバトルがあなたたちを待ってる。もうすぐバトルが始まる。準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。見ての通り、今の私は実体で姿を現すことができない。だからホログラフィック投影で参加するしかなかったの。私たちの立場は違うけど、こういう宇宙規模のイベントでは先入観を捨てて一緒にゲームを楽しんだ方がいい。あなたもそう思わない？ゲームの前では種族も血統も陣営も運命も、そして価値観も何も通用しない。ああ、君たちか。さっきは本当に激しいバトルだったな。シルバーメインの腕比べに参加した時のことを思い出した。残念ながら僕は受衛官としての責務があって、君たちと一緒に楽しむことはできない。だがペラシカンには休暇を与えた。彼女は普段仕事に追われているから、この機にリラックスしてもらえればと思ったんだ。人々が楽しむ姿を見ることができて僕も嬉しい。ただこの件は一筋縄ではいかないとも思っている。天外からの訪問者によってこのような娯楽が持ち込まれることは本当にいいことなのだろうか。すまない、場をしらけさせることを言った。今はフェスティバルの雰囲気を楽しむことに専念してくれ。君たちを応援している。あ、お姉さん。また会ったな、外から来たの。先ほどの試合は素晴らしかった。おめでとう。さっきスワローグが皆さんの勝率を分析していたんです。勝率は一度 14.93% まで低下したが、あなたたちは策略で不利な状況を覆した。あなたたちは間違いなくチャンピオンになれる力を秘めている。間もなくトーナメント。わかりました。またお会いしましたね。あなたたちの活躍、本当に印象的でしたよ。あなたも感じているのでしょうか、あの方からの視線を。ですが、長ったらしい形だけの話はやめにしましょう。今優先すべきことは、このフェスティバルを思い切り楽しむこと。さあ、一緒に踊りましょう。私たちでこの完璧なフェスティバルをクライマックスに導くのです。
またお会いできたのですから、今度も私を打ち負かせるかどうか見せていただきましょう。このバトルを最高に盛り上げましょう。ブラボー。いや、本当に素晴らしい。お二人の実力と決意には感動しました。お褒めに預かり光栄です。ですが現状を見る限り、あなたの実力は間違いなく私よりも上ですよ。次にあなたたちが対峙することになるのは、前回のフェスティバルの最終勝者。どんなプレイヤーも足元にすら及ばない誇り高き存在、前チャンピオン、トパーズさんなのですから。彼女とのバトルに勝ってこそ、あなたたちはチャンピオンの座を手にできるのです。つまり、次が決勝戦ってこと？まもなく、今シーズンの決勝戦が始まる。選手は一旦準備エリアに戻り、入場の準備をしてくれ。それはイエスでもあり、ノーでもある。今まで何度も話題に上がったやり手プレイヤーのことを覚えていますか？
彼女はあなたたちとバトルすることを楽しみにしています。ですが、もしあなたたちがトパーズさんに勝てなければそれも実現しないでしょう。さあ、準備エリアに戻って次に備えてください。あの方の期待を裏切ってはいけません。もうすぐ決勝戦が始まる。準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。しっかり準備してくださいね。あのやり手プレイヤーはまだ姿を見せていませんが、あなたたちの動向に注目していることは間違いありませんから。お二人の実力と決意があれば彼女にまみえることも難しくはないでしょう。少なくとも私はそう思っています。ですが、世の万物は変化が激しく予測できないもの。運命を全うしたいのであれば努力と研鑽を続けなければなりません。さあ、雑談はここまでにしましょう。お二人は決勝戦の準備に専念してください。あなたたちの勝利を祈っています。さっきは本当に手に汗握るバトルだったわね。あんたたちが勝利の一撃を叩き込んだ瞬間、ベルトったら興奮して席から立ち上がってたんだから。私はカンパニーの製品を好んで使うことはないけど、こういう楽しい雰囲気の中にいると心を動かされそうになるわ。これは忘れられない体験ね。こんな機会は滅多にないから思いっきり楽しみなさい。開拓はただ苦しいだけの旅じゃない。その途中にある楽しみを享受することも大切なの。君、それからなのか。おかえり。さっきのバトル見ていたぞ。本当に素晴らしかった。このゲームは故郷の物語を思い出させる。若い頃テレビで似たようなテーマの作品を見たことがあるんだ。すまない、この話題は感傷的になってしまうな。これから決勝戦だと聞いた。君たちを応援している。いよいよ決勝戦だ。まもなく今回のフェスティバルの決勝戦が始まります。入場しますか？わかりました。ではここからエレベーターで競技場まで降りてください。お二人のこと応援しています。一緒に勝ち進んできたんだね。ここまでちゃんと楽しめた？楽しい。それがこのフェスティバルの意義なんだろうね。いずれにしてもここまで来たからには私たちは一戦を交える必要がある。もちろんエーテル戦線のバトルっていう形でね。準備はいい？ずっとこのバトルを楽しみにしてきたの。私をがっかりさせないように頑張ってね。トパーズ、トパーズ、トパーズ。トパーズのカリスマ性がすごすぎる。でも負けないんだから、うちらもなんか言おう。これでみんなうちらの味方だね。
いい勢い。じゃあしっかりと見極めてあげる。君たちがここまで来られたのは運なのか、それとも実力なのかをね。分からせてあげる。元チャンピオンの称号は伊達じゃないってことをね。全力を出さないと。
ジョバンニさんが保証してくれた通り、君たちは私に喜びと驚きをもたらしてくれるプレイヤーだった。二人の実力には感服したよ。君たちはチャンピオンの称号にふさわしい。ジョバンニさんが言ってたやり手プレイヤー、まだ姿を見せてないもんね。名誉に目がくらまないなんてすごいね。その通り、ジョバンニさんの構想だと、この決勝戦はフェスティバルの終わりじゃない。予想外のことでも起きなければ、後で彼から今後の流れを共有するための連絡が行くと思う。でも今は疑問なんて忘れて勝利の余韻に浸るのもいいと思うけど。今回の生還決勝フェスティバルのチャンピオンの座獲得おめでとう。きっと来てくださると思っていましたよ。その通りです。あなたは相変わらず鋭いですね。あなたたちがチャンピオンの称号を勝ち取った後、すぐに例のプレイヤーから連絡がありまして、彼女は言っていました。あなたたちは己の実力を証明した。今こそ最後の、そして真のチャレンジを始める時だと。え？またチャレンジするの？実はこれこそが例のやり手プレイヤーの願い。彼女はお二人と正々堂々バトルすることを望んでいます。あくまで私の担当はガイドですので、それ以外のことはお答えできません。この階段を登っていけば、謎のプレイヤーに出会い、あなたたちが渇望しているフェスティバルの真実を知ることができるでしょう。ただし、それも彼女があなたたちのために設けた最後のチャレンジをクリアできればの話ですが。さあ決断してください。バトルを受けますか？素晴らしい。その決断まさに優越。星系にいる全てのプレイヤーが中継を通してあなたたちのバトルを見守っています。こんな待遇めったにありませんよ。
ではお進みください。階段を上り、謎に包まれた彼女にあなたたちの欲する答えを求めるのです。なんかすっごく寒くなってきた。雰囲気も変わったような気がする。消火大佐、消火少尉、陛下に慈悲なし。大事な一気に片付け。持って投下しとなす。立ち切る。占いましょう。私に続けて内定よ。ここへ。牧さんは無意無常なり。ねえ雪、神器を一心同期。砲丸を贈与一体。機を逃してはならない。陛下に慈悲なし。立ち切る。さっきゃ。
せ。フェスティバルで最初にチャンピオンになったのは私だからな。あんまり調子に乗るんじゃないぞ。はいはい、全部フックちゃんの仰せのままに。皆さんようこそ。わあ、私に優しくしてくれた仮面のおじさん、また会ったね。またお会いしましたね、フックお嬢さん。どうでしたか？取引の結果には満足できましたか？うん、大満足。おじさんをモグラ島に入れてやってもいいと思うくらい。それは光栄ですね。ですが残念なことに、私は開拓者のお二人と同じで、この星を訪れた一階の貨客に過ぎないのです。フェスティバルは無事に幕を下ろしました。お二人はこれからどうするおつもりですか？そうですか。では行き先に関して私から一つ提案を。ピノコニー、宇宙最大の遊園地です。面白いものを求めているならそこに行ってみてはいかがでしょう。遊園地？私を連れてってくれる？あとモグラ島のみんなも一緒に。ああ、それは少し難しいかもしれませんね。ナターシャさんが同意しないでしょうから。くそ、魔女ババアめ。フックちゃんも大きくなったら行きたい場所に行けるようになるよ。あ、あそこにいるのってミツキの姉さん。姉さん、姉さんだ。え、うちを探してたの？姉さん、やっと会えた。本当に大変だったんだ、姉さん。誰？人違いじゃない？いや、私たちが探してたのは美月の姉さんで間違いないわ。チャンピオンの座獲得、本当におめでとう。人に褒められるのは嬉しいけど、なんでわざわざそんなことを言いに来たの？それは、私たち、俺たち今日から開拓者ファンクラブになったんだ。強者のみがチャンピオンの称号にふさわしい。私たちは永遠に強者に付き従うわ。変な組織文化。それにアスター社長、二人とも久しぶり。それからおめでとう。
真のチャンピオンの称号獲得おめでとう。二人ともありがとうもうそんなにかしこまらなくていいのに。この子まだこの性格のままなのね。あ、この子のこと忘れるところだった。二人がここに来たのってこの子についての話をするため？そうだよ。でも具体的なことはやっぱりアスター所長から伝えてもらおうかな。そんなに厳粛にしなくていいのに。でもトパーズさんの言う通り、私たちがここに来たのはそのエーテル体のためなの。これまでの経緯はあなたたちも知ってると思うから省くけど、突き詰めて言えばあなたたちの選択を見届けるためね。うちらの選択を見届ける？そう、あなたたちの選択。このプーマンは確かに可愛いけど、私にとってはただのデータ群、コレクションの一つでしかない。私にはあなたたちのようにこの子と一緒に過ごしたり戦ったり喜怒哀楽を共有したりしたことがないから、この件に関して私があなたたちの代わりに決断することはできない。でもあまり重く考える必要も、私の気持ちに配慮する必要もないわ。あなたたちは自分の心の声に従うだけでいいの。だってこの子はあなたたちの仲間で、今回の出来事もあなたたちの旅の一部なんだから。ありがとう、アスター所長。でもうちには決断する勇気がないんだ。やっぱりあんたが決めて。あんたは決めるのが得意だし、頭もいいし、どうすれば一番いいか分かってると思うから。そうだよね。ありがとう。大切なことだから慎重に考えて選択しよう。わかった。アスター所長、これがうちらの下した決断だよ。わかった。あなたたちの選択を尊重するわ。これで一件落着だね。ここまで付き合ってくれてありがとう。本当に短かったけど、忘れられない旅になったね。
Thank you.